おはようございます。ということで、前々から言ってたんですけどね、今日はゆいさんの言いなりに僕がなってデートをするということで、おはようございます。どっか行きたいとこある？運動しよう。運動するのか。運動すると言ったらなんだ？なんだと思う？腹筋。外出るんだよ。何、どこ行くの？トランポリン。ああ、いいね。ということで、じゃあまずはトランポリンに行くということで、僕らまだ起きたばっかりなので準備していきたいと思います。眠いね。トランポリン。It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Yes.はい、ということでまずはトランポリンにやってきました。イエーイ。ずっと来たいって言ってたもんね。もうね、この前行ってからね、やっぱトランポリンいいなって思ったよということで、まずはゆいさんのやりたいことその1、トランポリン施設で体を動かすということで、早速遊んでいきたいと思います。今日の目標は、はい、久しぶりにやる、宙返りやったんだけど、バク転は最近やってないので、すごいレベル高いこと言うじゃん。連続技をできたらいいなーなんて。じゃあいい汗かいていきましょう。目標は壁でしょ、やっぱり壁でしょ。前回の壁をやっぱりこう攻略することじゃない。頑張ってください。頑張っていただきます、はい、腹落ちは腹落ち、抱え込み腹落ちしなくていい。出たよ、その構え。謎なんだよな。あっ、怖いな、やっぱり。おお、すごいじゃん。ちょっと怖えよ、やっぱり。じゃあ抱え込みからやってよえ、楽しい。カメラ外で言うのやめてくれる？じゃあゆいが高く飛べる方法を教えてあげる。うん、だからカメラから見切れてんだ。あ、そう、高く飛べる方法を教えてあげる。踏み込むときに、はい、下を思いっきり曲げて、はい、思いっきり蹴るの。こうやって。まだ画面内にいるよ。画面内から出てもらわないと。まだいる、まだいる、まだいる。まだ胸ぐらいまでしか行ってないよ、上。ちょっと。いやー。カモン。死んだ。なんか綺麗な落ち方したね。綺麗だよ。ウサギ、ウサギ。はい、パンチ。起き上がる気ないでしょ。なんだそれ。なんだそれ。なんだそれ。ちょっともう一回やって、何それ。バカおもろいんだけど、その動き方。なんだそれ。それもうちょっと前から降りてもらわないと。あれあれあれでででででで、赤べこ赤べこ。いいよ。おお、すげえ。どう？俺は絶対できない。意外とね、できちゃうんだよね。でも腹落ちできないもんね。汗すごい。いや、汗かくでしょ、これ運動してんだもん。いいな、いや、新陳代謝悪いからさ。がれないんだよ。変わってないや。はい、ということでトランポリンお疲れ様でした。楽しかったですか？楽しかった。あ、目標達成したもんね。バク転とバク宙するっていう目標達成して、僕はちょっと進歩がなかったんですけれども、まあ、どうします次？まあ、お腹も減ったってことだし、焼肉でも食べ行かないかい？焼肉確かに運動したしね。うん、じゃあ着替えて準備して焼肉行き。揺れる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 。焼肉行きましょうか。レッツゴー。ちゃんとね、デートなんで汗の匂いも予防しましょう。はい、ということでゆいさんの希望で焼肉屋さんに来ました。もう今注文して結構頼みましたね。こんなに頼んでいいのかな運動してお腹ペコペコだから今。そうだって、朝から何も食べてなくても3時ですから、うん、はい、ということで来るの待ちましょう。イエーイ、久々だね。はい、ということで料理やってまいりました。めちゃくちゃ美味しそう。じゃあちょっとゆいさんも早速焼いていきましょう。いいよ。あ、やばい、ちょっと待って。やばいやばいやばい、うまそううまそう、やばいうまそう、あ、やばいやばいやばい、破壊力すごい、破壊力やばい。いや、うまそううまそううまそう、うわうまそう。うわうまそう。ネギ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 。いただきます。いや、お腹すいた。これ美味しいでしょ。食べちゃうよ。いただきます。打ち抜かれた。いくよ。ごちそうさまでした。お腹いっぱい、超幸せだね。運動して汗かいて焼肉食べて大満足じゃないの。どうするこの後？お買い物。あ、お買い物ね。じゃあ一緒にお買い物でもして、はい、お家に帰りたいと思います。ごちそうさまでした。ということでこの後もねデートがあるので、このアックスのスイートの香りを使って香り付けていきたいと思います。これ大事ですからね、香りは。ということでお買い物して帰りたいと思います。はい、ということでお疲れ様でした、はい、ということで今日は一日言いなりデートでしたけど、はい、ゆいさんどうでした？いや、もう大満足ですね。ええ大満足です。お腹もいっぱいで、はい、運動もできたし、帰りにお買い物しちゃいました。はい。じゃあ今度は俺の言いなりになってちょっと一日デートしてもらうんでよろしくお願いします。てかさ、ヒロ君さ、今日さトランポリンでめっちゃ汗かいてたでさ。めっちゃ汗かいた。あと焼肉行ったけどそんなになんか嫌な気しないよね。今回はですねこちらでございます。じゃーん、今日はですね、このアックスフレグランススプレーを使ってた。あ、そうなのね。だからいい匂いしてたね。うん、いや、なんか、いくらさ、なんかすげえ長く付き合ってるって言っても、さすがにゆいさんに臭いって思われたら俺も嫌だもん。まあなんか香りは第ゼロ印象って言うらしい。うん、目で見る。見た目とかより先に香りで印象づくんだって。らしいらしい。あ、でも確かにそうかもしれない。うん、なんかさ、すっごくさ、自然な香りで丸一日心地よかったでございます。ありがとうございます。いえいえいえ。じゃあ普段さ、これ家にいる時とかさ、外出かける時とかもこれ使いない。ちょっと待って。そんなに普段の俺臭い？臭いわけじゃないけど、まあいい匂いしたらいいよね。ああ、なるほどね。まあでもなんか気持ちのリフレッシュとかにこう香りを変えるっていうのはさ、めっちゃいいかもしんない。確かに。はい、ということでですね、今回使わせていただいたアックスボディスプレーの他にも、ボディソープとかボディミストとか、あと新商品のね竹の香りシリーズなども発売されております。まあでも今日のヒロ君はね、香りが違うだけでちょっと違く見えた。あ、本当に？ええ。彼氏がねこれ使ってくれたらね、彼女もねきっと喜ぶから。そうだね。うん。まあゆい匂いフェチだから。匂いのね。なるほど、大事だねやっぱね。自分の好きな匂いつけてる彼氏だったら家具。ぜひですね皆さんも気になった方は概要欄に詳細載せておきますのでチェックしてみてください。ということで本日は彼女の言いなり丸1日デートでございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。